今夜はクリスマスイブです。人間になったら暖かい部屋でクリスマスパーティーをしよう。そんなことを夢見ながらトロはぐっすりと寝ていました。思い出が増えました。
そう言って首をかしげるトロでした。でもそれはもしかすると、トロが一生懸命プレゼントを配った子供たちみんなからのありがとうなのかもしれません。続く。